こんにちは。ビハイヤ株式会社の松村です。今回ですね、ちょっと、お付き合いしている会社さんからお話を聞いたのでご紹介させていただきます。パチンコ、パチスロ、こちらですね、今非常にですね、カジノとの兼ね合いで、法律のですね、改正や規制や、がですね、行われようと行われたり、している部分ですね。実際スロットの規制が、かなり開発のラインにもですね、影響を及ぼしていると、そういった話もですね、ご存知の方は多いかと思います。その中でですね、パチンコにも何かしら規制が入るのではないかと言われております。今回聞いた話ですと、今の演出の長さですね、一つの演出がですね、非常に長くなってしまっているということで、こちらをですね、短くしようという話があるそうです。例えばですね、5分や、10分や、そんなに長いのはさすがにないと思うんですけども、5分ぐらいのものもですね、今非常に増えてきておりますが、それはさすがに長すぎるだろうということで、マックスで3分ですね。マックスが3分になるということは、それ以外のものもですね、相対的に短くしないと、バランスも崩れると思いますので、全体的にですね、リーチの、演出がですね、短くなることが予想されます。なので今までですね、作っている映像というものがですね、やはりこれによって、またダメージを受けるのかなというようなことを予想しております。ちょっとですね、この、規制というものがどれぐらいの角度で行われるのかというのはですね、私の方でも、把握しきれていないんですけれども、ちょっと情報として、入ってきましたので、ご紹介させていただきました。なのでですね、映像演出に関してはもう少し、厳しい状態が、続くのかなというようなことも予想されます。なのでできる限りですね、いろんな、遊戯機以外の部分の仕事もですね、受けてリスクヘッジに、リスクヘッジをですね、しておくのが良いかと思います。今までですね、遊戯機以外やったことないというお客さん、会社さんいらっしゃいましたらですね、こちら、までご連絡いただければ、いろんなですね、会社さんの紹介もできます。中にはですね、無料で紹介できる案件であったり会社さんというのもありますので、ビハイヤ株式会社松村勝までどうぞよろしくお願いいたします。